まあ、あとなんか、もう一つ気になったのは、今日ツイッター見てて、おっと思ったのはですね、やっぱその、橋本さん、橋本維新の会のブレーンとして、ずっと頑張ってはるね、古賀茂明さんがですね、まあ、この間橋本維新の会と、合流した石原慎太郎ね、太陽の党、に関して、その、決別してくれというツイートをですね、されておられるということで、まあ、それがちょっとびっくりしましたね。まあ、橋本さんへの切なるお願いということで、理念も政策も違う石原さんと立ち上がれの日本の老人たちと決別してくださいと。そしてみんなの党と選挙協力をやり直してください。そうすれば国民がついてきますっていうね。っていうことを、まあ、その、だから僕は、古賀茂明さんは、その脱原発に関しては僕は支持するとこあるんですけども、ただ TPP 推進論者ということで、僕はそういうとこ、意味では一切、ダメだなと、思うんですけどね。まあみんなの党も TPP 推進ですから、まあ維新の会もね、まあ当然ね。だからまあ、その、みんなと維新がですね、選挙協力したところでどうかなっていうところあるんですけども、まあ、古賀茂明さんとしても、まあ、あまりにも、180度違う方向にね、行ってしまう橋本さんの、原発政策がですね、やっぱたまらんかったんやろうなっていう気はしますよね。だからまあ、ある意味でも、橋本さんがこれを見てですね、橋本さんのこう、意識が、変わるかといえばですね、絶対変わらんと思いますよね。うん、それはやっぱ票になると思ったからですね、石原さんの、太陽の党と合流したわけですから、だからどっちを切るねんって言ったらさ、古賀茂明さんのが切られるのは分かってるわけでね。まあそういうことから言ったらやっぱ古賀茂明さんの、まあこれは事実上の橋本さんへの、決別宣言かなと、みんなの党の方に移るっていうね、っていうことなんじゃないかなって思いましたね。まあまあそれはそれでいいんですけども、でもみんなの党も維新の会も、TPP 推進、ですからね、だからそういう意味では僕は全く、信用してませんと、いうことは、言っておきたいですけど、でも脱原発でね、みんなの党もですね、頑張ってほしいなと思いますんでね。